リの第一タウンハイツならばいいですけども、佐藤さんは今日はご出勤でしょうか。誰ですか。佐藤さんです。佐藤は地域課のものでの佐藤ですか。ちょっとわかんないです。何かとか、ちょっとそこまで聞いてなかったんですけども、この間あの春山整骨院の前に来てくれていて、まあ、はいはい、話されていたんですけども、あの、はいはい、やっぱりね、まあ、撮影しようがしまいがパソコン開けただけでもうすぐに春山整骨院に車が来ますね。で、だから向こうがしたいことっていうのはただ裁判妨害だと思うんです、結局のところは。自分を守るの、その、まあ、僕は今までホームページからアクセスできるようにしているその YouTube での内容を聞いてもらったら分かると思うんですけども、どうしてもやっぱり、政府とかの間違っていることを言わざるを得ないエネルギーの残存量問題がありますから、その建設してるその生まれてきてる人の数がここまで少ないのに、書いてもいないのにずっとビルを建て続けてる。で、もう空き家ばっかりになってる。で、それはもう建物撮影して証拠を押さえてますんで、それ、だからまあそういったことを言うと、やっぱり、今までコンピューターからその攻撃されてた部分もあると思うんです。あと指のところとか、そこで警棒を使わなかったりだとか、軽犯罪法で礼儀の部分あるじゃないですか。だからその辺のところで変な設定とか頭入ってるんだと思うんですけども、まあ、この間農業会館行った時に、まあ、その空いてる耕作放棄地とか河川の撮影行った時にたくさんあったので、まあ、そのそういったところ、ハローワークに農業関係の仕事を登録してるんですけども、全然仕事の連絡は来ないで、なぜこんなことになってるのかということで、まあ、お話、まあ、いろいろ詳しく私のこともご存知の方たちだったので、よく話できたんですけども、まあ、6月11日の神戸国際会館にその兵庫県の 農業関係の法人の方が集まって、その展示を開いて、そこでそのいろいろ話、その募集だとかそういったことをしに来るということでしたので、まあ、そこでこれ、まあ、農業会館の人ともお話ししたんですけども、結局土地の所有者が誰か、行政の人も全部が全部やっぱり把握できていない。これは法務局の人の課長以上の人に、まあ、課長の人に聞きましたけども、私たちもその申請があって分かる方だから、そこまで、全部が全部借りなんかできないということだったんです。まあ、僕も人数、働いている人の人数見たら分かりますから、まあ、そうだろうなっていうところで、で、まあ、そういうふうな話をしていて、その建設業界の人たちの、その国会議員の人たちとかも含めて、国訴云々の話を敬語なしで言った後、自分の指見たら、もう指がこうひび割れ始めてるというか、その映像も僕のホームページに、まあ、動画 YouTube にアップロードしてる内容、まあ、見れるんですけども、まあ、そういうふうな状態でこの世の中問題ありすぎると思うんです。そのコンピューターによる統治の部分で、だからそのパソコン開いたから多分春山整骨院にまたこの近くからね、その車が集まってきて、その介護関係の人間、もともといらない仕事だったのに、その春山整骨院の介護ね、その行政の人たちがもともと、僕は母親が介護の時にちゃんと言ってますから、歩けなくなるかならないかで、それで、老人ホームとか看取り病院に、まあ、入所だとか入院っていう形って、そういうことだったんですよ。だからわざわざ連れてくる必要はない。でエネルギーの残存量問題の件に関しても、これはもうはっきり言って20歳以上の人みんなが覚えてもらわなかった話にならない。でもう残り有石採掘可能埋蔵量石油が54年分になってるのに、こんなことをずっと繰り返してる。でそのああいうふうな老人を預かるような施設のところで何してるかって言ったら、テレビ見させたりで泳ぎみたいなことをしたくもないようなことをさせたりとか、それは現実的なところだったから、だから最初から
連れてくる意味がないんですよ。だから医療業界の、激しい税金への食らいつきで、結局コロナウイルスも生物兵器で医療業界と科学業界が組んでて作っていた一部の、まあ、本当のところどうかわからないですけど、オウム真理教の可能性もあるんじゃないかなとは私は思ってます。僕からのその死刑判決を求めたこともありましたし、その当時フルツラーパークで働いている時、こっちは阪神淡路大震災で大変なことになってんのに、何やこんなやつらはと、じゃ あここで死刑判決が出なかったら死刑という制度は一体何のためにあるんだっていうこと で最終的に法務大臣の判が長い間押されなかったんですけども、それも法務大臣の判を押すべきだっていうことを言ったんですけども、あの中 その例えば上優とか上智大学かあのあたりの出身で医療関係の人間が混ざってたでしょう。だからやっぱり生物兵器とかを大学で作れる知識を持ってしまうからそうなっていた。でオウム真理教 その死刑実行のところまで僕の方で言った、そういった部分があって、ああいうふうなコロナウイルスを、まあ、日本ももともと朝鮮半島と台湾と満州国併合してた方ですから、つながりがそこそこああいうふうな連中もある、まあ、どこの国で生産されたかはわからないですけども、本当の真実のところはそのあたりなんじゃないかと。でもう全部本当のことをあのテレビで言った方がいいと思います。まあ、その警察官の一致窓口の方にそれを言ってもなかなか難しいとは思うんですけども、でその春山生物院 その この老人をあの集めてくるっていう、それなんとかやらせられないですか。それ確かニュースでは連れ去り介護っていうことになってるんですよ。でやっぱり集まってくる時のパターンが、私がそのパソコン開いたらなんですよ。なるほど、わかる。まあ、なんとかご対応のほどよろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。一応、まあ、こういう本当のことをお待たせしました、有馬警察です。あ、先ほどお電話しました、淡井ですけども、有野大臣です、はい、先ほど女性の方が電話に出てたんですけども、まあ、その続きで、はい、今日の朝もあの晴山整骨院に何か車が来て、車の音、ドアの音バターンってさせてあの起こされてますね、はい、でそれする人間がもうこの周りに多すぎますから、やっぱり昔みたいに建物を解体してもらわなければならない。で結局、そのスポーツの勝ち負けとかで結局無理やり起こされていた部分があった。で誰がどういうふうなお金の周りだったかっていうことも調査していただきたいところもあるんですけども、日本人選手も本当にもう全員、あのサッカーだろうが野球だろうがもう全員帰ってきてほしい方ですね。もうゴルフとかも、もう何でもそうです。その日本時間のある一定の、例えば朝の9時から夜の22時ぐらいまでの時間設定で、あの日程組まないような形で設定するのはどこの国もやめてほしいと、あのそういうふうな形、まあまま、窓口 その警察官の方に言ってもなかなか難しいと思うんですけども、もうそれしなかったらもうエネルギーの残存量問題とかもありますし、もうオリンピックも解体しなかったら世界中飛び回る人がもう何十万何百万人と増えてますから、その1日で1人として計算して1週間滞在したら7人とかですから、だからそういうような形でエネルギーの節約の方に舵を切り直さなかったら、これもうどうしようもないんですよね。でその春山整骨院 その朝その車のドアとかでそのバタンっていう音で起こしに来る連中とか、だからその辺のところを理解してるのかどうか、その僕からはちゃんとあの海外 そのスポーツ選手に関してはもう日本帰ってきてくれっていうことを言ってると、だいぶ前から。だけどもそれは通用してないで、向こうもそのどういうふうなつもりで来てるのかと、あとやっぱり、そのこの辺にたくさん、まあ、安くで借りれるワンルームツールームのところがたくさんありますけども、そういうところを利用してそのやっぱり
ぱり疑ってしまいますね、スポーツ業界から。わかりました。ちょっとね、先ほどの通報の内容でちょっと今動いてますんで、はい、はい、とりあえずね、電話切ってね、はい、待っててくださいね。はい、はい、お願いします。はい、はい、まあ、動いてくれてるということですね。だから昔2003年建物解体、まあ、2000年か2001年頃にはもうその判決は出てたと思うんですけど、警察の方からだったかもしれないですね。ちょっと待ってくださいね。今日のだから6日で、あとこれかな、昨日の通報。警察です。いつもの兄の大地さんを愛すのはいいですけども、はい、あのちょっとまあいくつか気になった点がありまして、あの、はい、先ほどまあ買い物 JA さんに2回ほど行って、その往復で、まあ海外からの外国人の方がまあゴミ捨て場にゴミを捨てていらっしゃったのと、あとまあサイクリング、まあ、4名ほど、まあ、自転車壊れていたんですが、多分あのこの辺の住宅とかを借りているのか、まあ、何かで多分カールがある来たり、やっぱりゴールデンウィークとかで、あの来てるんじゃないかなっていうところで、あれ一回昔民泊ってなしになりましたよね、確か。それがなぜかもう一回民泊ができるようになってしまって、ずっと話がなんか行ったり来たりしてるんですよね、これきっと、うん、でまあ一回、まあ、今この通報してる内容で、まあまあ、エネルギーの残存問題で余計に家建ってしまうから、その、まあ、民泊はなしという方向で、また昔みたいに固定するという形の話を、まあ、したということで、まあ、この内容もあの、まあ、YouTube で公開させていただきますね。で、あと気がついたのはガソリンスタンドなんですけど、まあ、4月から補助金、エネルギー関係の補助金がなくなるというニュースで、まあ、電気代はちょっと前から上がっているんですよ。もしもし、はい、聞いてます。はい、1ドル150円ぐらいになったのが、まあ、1年半ぐらい前の10月か、まあ、10月ぐらいだったと思うんですけども、それを考えたら、ガソリン価格はなぜ値段が上がってないのかは謎で、そのエネルギーの残存量問題を考えたら、例えばレギュラーで、まあ、1リットル200円以上とか、それぐらいが、まあ、適正じゃないんじゃないかなと、適正だなとは思うんですけども、その価格転嫁は全然されてないので。かなりなんか変ですよね、これも。電気は価格転嫁されてる、まあ、その点も一応まあ警察の方に一緒にまあ動画上げて、まあ、この辺こうなってますという形で、まあ、国会議員の方たちへということで、まあ公開しようかなと思って、電話かけさせていただいた次第です。それを警察に何か許可とかってことですか？ああ、まあ、その、通報した時のその内容は、公開していいっていうことは、いろんな警察官の方言われてるんですけども、これも、もちろん善意があって言ってくれてるんですけど、例えばこの間のその仮執行までの調査の判決、家が盗まれた件で、まあ、もう一度裁判所に買いに行ってきますっていうような話をした時に、で、買ってきた時に自分のホームページにも貼り付けておきますって言ったら、僕もその方がええと思うわって、言ってくれてるんですよ、警察官の方が。で、だけども、動画で公開した時にその部分なくなってるんですよ。だからそういうことも、公開することによって、多くの警察官の方たちに知っていただいた方が、その、カーブ業界が、形でその変な設定をしているのかっていうことですよね。だからもうその多分音声入力システムをSiriか何かでも誰もその手に負えないような状態になってる可能性があります。その何がどういうふうに設定されているのかっていうところを自動でそのこちらの端末機の方のスマートフォンにその音声が入力されているはずなのに、それを再生した時にそのしてた内容はなくなってる。まあテレビの録画とかも同じ
じですけども、やっぱり再生したらその1回目テレビ見てた時の内容のものと、まあ、一部あの喋ってた内容が変わってるとか、もう全部そのままで固定しとくような形にしなければならないっていう、まあ、これ結論官の方に話しておかなかったら、やっぱり裁判所の受付にいらっしゃる方たちもその電波でどこまでできるかっていうことをご存知じゃない方結構いらっしゃったんですよ、民事部の人たちで。例えばあのコピー機でコピーするとき、変な善意でコンピューターが動いているのが3部で固定されて、で、まあ、こちらとしては一部をあのコピーしたかったと、それをあの3部に設定されて、まあ、やっぱりあの裁判所のコピー機って20円かかるから1枚5円、一部吸ってそれを5円、1枚5円のコピー機のところに持って行って、まあ、あのその後すりたいっていうのがこちらで、それコンピューターが勝手にしちゃうんですよね、電波でそのあのコピー機の方に。それを、まあ、1回経験させられて、だからそれをそこまでされることがあるっていうことを知識的に保有されてる方が民事部の受付の方たちにあまりいなかったっていうのが、まあまあ、驚いてた人たちがいましたので、まあ、そういう意味も込めての公開ですね。あの事実的に、まあ、そういう事実があるということで、はい、以上です。まあ、まあ石油化学のところはおっしゃったと警察の方でも調べてもらった方がいいかもしれないですね。いや、やっぱり変ですよね、どう考えても。あの1ドル150円ぐらいになったのが1年半ぐらい前ですから、補助金もなくなってるはずですから、電気代だけ上がって石油価格が変わってないっていうのは、まあ、不安定なんちゃいますかね。何か情報ありますか、その辺のところ聞かれてます？わからないですね。わからないですか、うん、警察署では多分わからないと思います。わかりました、うん、まあ、まあ国会でもだいぶその、まあ、岸田さんとかとの受け答えとかでも、一つ一つの内容情報が上がってきても、その点はなぜなんですって聞いてもわからないっていうことを、あの大きな声で、まあ、はっきりわかるようには言ってくれてるんですけども、あの、まあ、いろんなことが情報錯綜しておかしくなってるみたいですね。まあ、まあ、もうこれぐらいに電話しておきます。どうもお手数おかけいたしました。はい、ということで、あの原油価格に関しては昔決まっていたのが、灯油に関しては生活上絶対必要だから、例えばガソリン、レギュラーを1リットル200円ぐらいにしたとしましょう。まあこれは多くの人がエネルギーの残存量問題に取り組んでもらわなきゃならないから、電車バス等でほとんどのところ行けます。で、昼間電車ガラガラです。で、電車鉄道の維持もありますし、人口はずっと減っていってるんですね。だからもう車売る必要ないんですよ。で、中古車を絶対仕事でどうしても使う人が乗ったらいいだけであって、むしろ老人で、かなりもう歩き方とかを見て弱ってる人たちからはもう車乗っちゃダメですよと、運転免許証返納してもらって、で、なおかつ、車を、強制的に売却すると。それをしなかったら無免許運転の例が今までいっぱいあるんですよ。で、まあ、車が結局もう生産しなくてもあふれかえるんですよ、どう考えても。世界中でも作りすぎた後ですから。だからもう強制的にその工場を、止める、それをしなかったら、もうこのエネルギーの残存問題、もう誰も取り込む気がないのかあるのか。医療業界の関係もそうですけども、精神が生産されなくなる薬もずっと、放置されているままになってる。警察として昔動いたんですよ、僕は小学生か中学生ぐらいの頃で。それでそのバブル崩壊の根源のところまで突き詰めて、物事済んだんですよ。それが1990年金持たせすぎたんですよ。フィナンシャルグループの傘下に製薬会社があるから、そこだから銀行、不動産、証券会社全部くっついてくる。だからスティーガル法、ボルカールールとかいろいろその日本の銀行法に当たるようなものとかを作って、
株の保有率を決めたところで、ね、物事何も変わんないんですよ。根本的なところを変えなかった。だからエネルギーの残存量問題に軸を切り替えなきゃなんない。それによってしていいことと悪いことはもう決まったら、もうそれを、違反したものはもう即座に工場自体を押収して、その機材とかも押収して、そこへ、その生産するような機材を販売しているところの会社も政府が押収して作れなくしなきゃならない。キリがない、本当に。そこは金属回収して、そこも